こんにちは、のり太郎です。以前動画でダメ絶対ということで、このフレーズで特に銀貨を除湿剤なしでタンスなどに保管してはダメですよという動画を投稿させていただきましたが、今回はダメ絶対ということで、家で見つけたコインを磨いたら即死ということで、例えばご自身の 親御さんとかですね、親戚の遺産整理などの時に、例えばちょっと手袋しますが、こういうような、記念コインみたいなものとか、あとはその古銭みたいなものが見つかることがあると思うんですけど、それを歯ブラシのようなもので特にゴシゴシ磨いたり、柔らかい布でも磨いてしまうと、どれほど価値が下がってしまうのかっていうのを具体的な例をもとに解説したいのと、どうしても気になる汚れがあった際にどうしたらよいかというところを解説したいと思います。まずはこのようなコインを見つけた際に汚れがついていたら、ついつい磨きたくなってしまいますし、今人気の動画でですね、普通の10円玉とかそういうのをピカピカに磨く動画などもあったりするので、つい磨きたくなってしまうんですが、コインを磨いてしまうとコインを鑑定に出した際にディテールズという、傷物としてコインの70グレードの鑑定結果がつかない、ちょっと粗悪品扱いとなってしまいまして、この価格が恐ろしいほど下がってしまいます。例としまして、銀貨がやはり、酸化などがあってこう色がついたりしやすいので、ゴチククラウン銀貨という、有名な銀貨でどれほど価格が下がってしまうのかを見てみましょう。こちらが65グレード、70段階のうちの65グレードのものですと、このように63,000ドル、手数料 20% 含めて63,000ドルで今年落札されていますが、こちらがたとえ素人が見た感じで完璧に磨いたとして、磨いたことが分かってしまうとこんな感じになってしまいます。こちらは去年に出たディテールズクリーンドと書いてありますけど、これでプルーフのようにこうしっかり綺麗に磨いてしまったものが、価格がどうかと言いますと4800ドルということで、見た目は綺麗なんですが価格は、もしもですけど磨く前で65グレードぐらいあれば6万3000ドルだったものが4800ドルと、もうなんと10分の1以下に下がってしまいます。わかりやすく、日本円に直すと、917万2000、手数料とか送料とかいろいろ加えるとそのぐらいになるんですが、が69万8000円ぐらいになってしまうという、車何台か分が吹っ飛んでしまうというような恐ろしい結果になります。これは最悪としか言いようがないです。この磨いてしまったコインが、とても元は状態が良くなかったにせよ、例えば状態にあまり良くない、58グレードぐらいでも7200ドルと、このようにだいたい100万コスぐらいで、100万円を超えてますので、磨いてしまうといかにやって、いけないことかお分かりいただけたかと思います。ということで、次にじゃあどうしたらよいかということなんですが、まずコインを見つけたらすぐやっていただきたいことがありまして、このようなジップロックにですね、防水紙とか除湿剤を入れたものにコインを1枚ずつ入れて保管していただきたいです。でまずはこのコインの持ち方なんですが、コインの
表と裏に指紋をつけるとこれも酸化の原因になるので、まずこういう手袋をつけた方がいいと思います。でその上で持ち方はこのようにこうエッジと呼ばれるこの周りの部分ですね、このエッジの部分を持ってこのように持つのが傷もつけないし指紋もつけないような持ち方になります。で手袋でもまあこう普通に持ってもいいと思うんですけど傷をつける恐れがありますのでこのエッジの部分を持った方がいいと思います。でその上で、このようにジップロックに入れてしまいましょう。で一応私のショップで一つ一つこの防生紙といってシルバーセーバーという袋とかですね、あとはこの除湿剤、個別に買うの面倒だっていうのはまとめて、こういう袋に入れているものがありますので、こういうものにもう1枚ずつ入れてしまうというのがいいかと思います。でとりあえず保管しておくだけならこのままでもいいかなと思うんですが、もしもこのコインを鑑定に出したり売ったりしたいということ、売る場合には鑑定に出した方が裸コインは非常に偽物とかも多いので、買う人が不安ですので、鑑定に出した方がいいと思います。なので、その場合にはアメリカの鑑定会社に依頼するのがいいんですが、アメリカの鑑定会社2大鑑定会社がありまして、このこういうケースに入っている PCGS という会社さんですね、ここに PCGS と書いてありますけど、とあとはこういうケースに入っている NGC という鑑定会社さんです。ちょっとキラキラ入ってますけど NGC と入ってます。でこの2大鑑定会社がありまして、どちらでも問題はない、どちらも70グレードがつきまして、だいたい同等のグレードは同じような扱いにはなるんですが、今回想定しているような、ついつい磨きたくなるようなコインの鑑定に出したい場合はこの NGC の方がおすすめになります。この NGC ではグレーディングの際に専門のクリーニング部門がありまして、クリーニングと合わせて鑑定に依頼するということができまして、それを依頼するとクリーニング後に鑑定してもらえますので鑑定結果が良くなります。でこちらのクリーニング代金というのはクリーニング後に請求されるので、分からないんですけど、モダンコインの安い銀貨なら1万円程度で、クリーニングしていただけますし、モダンコインのちょっと高額なものとかの場合だと、7万から8万円程度かかったこともありますので、一概にいくらとは言えないんですが、コインの鑑定後の値段によって値段が決まりますので、例えば普通の角というかこういう銀貨で何十万も請求されたりっていうことはまずないかなと思います。ただそれなりに高いコインになるとそれなりの金額になってしまいますが、ただグレードが一つ上がると下手をすれば69グレードと70グレードとかであれば数倍というか倍ぐらい変わってしまうこともありますので、それぐらいの先行投資は後で回収できるぐらいのもちろん値段設定になっているということになります。でもちろん NGC にクリーニングを依頼すればディテールズになることはありませんので、これはおすすめのサービスになるかなと思います。でどこに鑑定、依頼すればいいかなというのが直接出すこともできるんですけど、ちょっと再輸入の免税手続きとかをしないといけないので、ちょっと素人だと
ハードルが高いので鑑定代行というのをやっているショップさんがあります。で、私のショップではその鑑定代行はしてないんですけど、私のコインショップのお問い合わせフォームからお問い合わせいただければご質問にお答えいたしますので、ぜひそちらをご活用ください。ちょっとここのコメント欄とかで、お答えしたり、この動画の中で言ってしまうとちょっとそこに集中したりとかいうことがあるので、そういう形でお答えさせていただきたいと思います。ということで、最後繰り返しですが、絶対にコインは磨かないようにお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、いつもありがとうございます。ということで、最後皆様一緒にレッツコイン、こういう何千年も前のものが出てくることはあまりないかと思うんですけど、絶対に磨いてはいけませんので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。To be in the great outdoors.